前回のシュガースポットは羽島市民の味羽島団子を訪れた甘党男子。1日およそ1万本も売れるという絶品団子に胃袋を足づかみにされちゃいました。さらに他のメニューも堪能していると、皆様召し上がっておられますか。どなたか羽島団子を日々広めるために活動している営業本部長の斉藤です。いただいております。ぜひぜひ僕たちお菓子配りアイドルなんでお菓子配ってます、全国で。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お味はいかがですか。いや、めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。テレビをいやそうなんですよ。なかった。で、こちらになんか工場が、そうですね、あるんですね。はい、実際にタレをもうここにすぐ持ってきて、はい、食べれる。その日作っていただいた団子をその日お客様に食べていただくということで、深夜の2時から団子を製造しまして、その日の朝出来たての団子をここに運んでですね、そこで焼いてお客様に提供します。わすごい。しかもうちにはあのお団子担当がいるんですよ。どうですか、はい、せっかくなんでね、団子の経験値をそうよ、ね、上げていきたいな。ちょっとやります。あ、いいですか。いいですよ。やる、やる、何を焼いてみます。いいじゃん。今から焼いていただいて、タレをつけていただいて、そして自分で焼いてタレをつけた出来たての団子を食べていただきます。すごい、嬉しい。せっかくなんでちょっと食べ比べね、作っていただくのと、アッシーが作った団子を食べ比べしてみたいと思いますんで、ぜひぜひちょっと頑張ってください。はい、よろしくお願いします。というわけでお団子担当アッシーが羽島団子を焼くことに。果たしてうまく焼けるのか。歌って踊ってお菓子も配る6人組アイドルユニット甘党男子。そんな甘党男子たちが毎週岐阜を舞台に大はしゃぎ。甘党男子のシュガースポット。はい、それでは、焼いていきたいと思うんですけども、教えてもらえますか、焼き方。教えません。教えてくれないんですか。アッシーさん流の、アッシーさんが思うベストな団子を焼いてください。確かに、いい言葉ですね。いい、お団子担当だしな。そうだよね、まあ、そもそも帽子のあれ、師匠とちょっとあの柄逆だけど大丈夫。本当だ、定規逆やん。完璧です。お店でお客様に提供する機材だけは用意してますので、はい、全く同じでございますので、はい、どうぞお願いします。はい、足どう、生の感じ。生のもうもっちもちの状態ですね。うわー、綺麗。綺麗。いいね。いい。これが今日作ったやつなんですね。そうです。今日で。アッシー頑張って、こっちお腹空いてから早くしてね。あ、美味しいのね。美味しいのよ。どうぞ。いや、もう思った通りね。第一投、行きましたよ。こういうことですよね。ね、いいんじゃない。いや、いいよいいよ。一番お団子が売れる時期とかってあるんですか。やはり、まあ、お盆であるとか、正月であるか、はいはいはい、まあ、岐阜にゆかりのある人が岐阜に帰ってくるとき、やっぱり昔懐かしい味っていうのを皆様求められているので、その時期が一番嬉しいかな。うわ、ご当地ですね。いい香りしてきた。もう、あ、いい香り。いい香りは。あ、めっちゃ香りが。あ、いい香り。あ、これはね、いい感じになってきてない？ねえ。あ、やばいやばいやばい。いい。大丈夫。やっぱ場所によって、ね、場所によって火力が違うね。あ、いいよ。いい感じ、いい感じ。アッシー、団子の声聞いて、ちゃんと。ちゃんとね。団子の声聞いて。
返して返してって言ってるからちゃんと。いい感じ。おおいい感じ。喋ってる喋ってる。いいね。いい感じ。ランボと会話できてるよ。いいね。ただおずらしたよ。おいしそうおいしそう。すごいすごい。ああ結構いってね。お好きなタイミングで彼に突っ込んでください。ああいい。はい。吟味してるね。ね。ね。うん。その俺らが食べるからみたいなやめてね。ね。あ、これで諦めすぎ、諦めすぎ、やばいやばい、あと4分こぎやってる間にやばいやばい、他が、あいいよ、いい、うわマジ、いい感じ、やばい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 、えちょうどよくない？違う違う違う、他が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 、もう、両手使いね、あそうそうそういいね、いいね、いいよ、どうなどうな、それ緊張なのかタレ大丈夫か、いけてんのか、いけてるよ、いい感じよ。いいよいいよいいよ。あし、どうした？なんか一つ焼き鳥みたいな色になってる。なんか入ってる？なんか鳥皮みたいになってる。大丈夫だよね。焼きみたいになってる。およそ10分かけてアッシー作羽島団子が完成。おお。できました。すごい。ブラボー。やっぱちょっと手つきがやっぱ違うんじゃないですか。いやお助けたし。おお。おお。一気にゴー。すごい。慣れてる。キムは片手で5本持ち。すごい。すごいもう。でもどのタイミングでひっくり返すんだろう。ね。ちょっとこうチラ見するんですね。やっぱプロはね。チラ見。チラ見。そうなんだ。そっか時差ないもん。でここでもう一気に返す。一気に返す。団子の声を聞いて熱々になったら一気に返す。これがプロだ。すごい。熱やついが聞こえたんだ。ちゃんと団子の声聞いてた。ね、確かにこれは1万本売れるわ。すごい。確かにね。スピードも大事だからね。うん、めちゃくちゃ地味やけど大丈夫？いや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 。今のどうしても足の後だからより派手。でも焼けた。焼けたと思ったら。この熱いままこう。早い。4本け。早い。からの。5本。すごい。すごい。いやすごいわ。焼けました。いやすごい。早い。ええ、すぐに。師匠斉藤さんとアッシーの焼いた羽島団子が完成。それでは僕が焼いた団子を皆さんに試食してもらいたいと思います。はい。もちろんね、うん、師匠が焼いてくれたのもありながら、はい、食べ比べはい、食べ比べじゃあまずはアッシーの方からはいじゃあアッシーの方いいんですねどうか、はい、じゃあいいのじゃあもらおうか始まればねみんな、うん、いただきますいただきますいただきますアッシー流羽島団子そのお味はいかにいただきますめっちゃめちゃじゃあ師匠も師匠もじゃあいやあ僕もせっかくなんではい、はい、アッシーちゃんのあはいなるほどうんどうですか美味しいよ。まあまあ、まあ、うん。これね。美味しい。わかったわ。うまいわ。うまい？ただうまいんだけど、アッシーが多分ね師匠と違って四面焼きしてたの。うん。だからちょっと焦げてる。ああそう。俺はねちょっと焦がしたい派。アッシー流のスタイル。そう。アッシー流はそうなんですよ。ちょっと焦げの香りとかも、うん、あの含めて、うん、お団子を楽しんでほしいなっていうのがあって。うんうんいやその意図があれば全然いいかもしれないけど、もっちり感減るんだな。そうなんですよ。ね、あ、そうなんですよ。そうなんですよ。まあ、いや僕はお団子、あの、まあ、ちょっと固めが好きっていうのもあって、うん、なんか焼き方一つでお団子ってやっぱ変わるなっていうのもやっぱあるんで、うんうん、僕はその魅力に惹かれてその団子を好きになったんで、もう僕そのためだけに京都に行ったりとかもする時あるんで、本当に。お団子のことが大好きなんで皆さんにも大好きになってもらえたら嬉しいです。なんか、うん、初めてアッシーがね団子について語ったんじゃないかなと思いまして。あの俺トラックの音で何も聞こえない。部長どうですか。いやめちゃくちゃ美味しいですよアッシーさんこれ。お良かったです。うん、完璧です。やったー。頑張ってもらいました。完璧。もう働きます。もう明日から行きます。ああ、いや、せっかくだし。はい、いただいていいですか。はい、師匠、いただきます。どうぞ、食べてください。ああ、うん。あ、違う。違う。全然違う。嘘やん。いや、本当に、本当に違う。本当に違う。なんかこう、もちもち感が残る感じがしますね、こっちの方が。なんか焦げ感がまたちょっと少なくなってるね。香ばしさというか。焦げ感というか、滑らかになってるから。わかるわかるわかる。その口の舌の中で、あの滑らかさを感じると、なんかもちっと感がすごい増して。私が焼いた団子もそうですけど、アッシーさんの団子も、
もう両面焼いたもちもち感の団子もこう、うん、そうですね、ロゴ100点ということで、うん、誰が焼いても美味しい団子なんですよ。いや、すごい、はい、本当に。いや、でも本当になんかこうやってね、なんか焼き方一つでとかさ、誰の付け方一つで全然変わるのはやっぱすごいね、団子のいいとこや、うん、ね、ここでまたアッシェンの団子に対して思いちょっと聞きたくない、うん、ね、これを踏まえてね、ちょっとやっぱり聞かせてもらおうよ、うん、やっぱ5分前とは絶対違うから、そうだね、一回ね、聞いてるわけだから、うん、まあ変わるからね、やっぱ師匠の言葉を聞いて。いや、そうそう、うん、まあやっぱり焼き方一つでね、硬さとかもね変わりますし、焦げ一つでもね、味わいっても変わりますし、やっぱタレ一つ一つ、うん、ずしんとくんね師匠ありがとうございます。ありがとうございます。端島回ってきましたけど、はいはい、うん、いいとこでした、ね、素敵な場所でした、はい、よかったな。ぜひまたね、回ってきて、はい、ね、はい、アツシが修行してまた、修行してまた ねちょっと家でもね、この握力だけでもね、やってもらいたい、鍛えてもらって大事ですからね、合わせもちょっと感想ぐらいは、ね、そうですね、うん、本当にあの濃厚でもっちもちのお団子とかもすぐここで作って出してるみたいなんで、皆さんもよかったら足を運んでみてください。すごく楽しかったです。ここで足がじゃあ最後バイバイまで行ってもらおうかなと思って、なんかまましょう、いいコメントだったね、いいコメントよ、みんなバイバイ、あ、軽い、ありがとうございました、ありがとうございました。次回のシュガースポットは岐阜県が誇る日本有数の温泉観光地下呂市を探索。甘党男子に会いたいという謎の人物が登場。一体誰なのか。次回もお楽しみに。